お疲れ様だったです。今日はこちらディガポイロケ。ディガーなしでした。はい、ごめんなさい、ポイロケです。はい、というわけで、ここ最近ねロケット戦術が流行ってはいるんですけど、まあそのロケット戦術に勝ちたいポイズンもあるっていうちょっと贅沢なね、はい、削りデッキですね。でプリンセスもあるんで、まあ主にはプリンとロケで削りながら、まあポイズン余裕あればね、はい、攻めでも打ってみたいな感じでございます。やっていきましょう。今日は引きコモリちゃんです。守ります、コモります。攻めはロケット打つだけ。守れれば勝てますからね。まあテスラとかでもよかったんですけど、まあインフェも強いよねと。ウッドスケか。いやマジでミラー対決的な可能性はあるな。ハシマエプリンを一応警戒する。あー来ないか。あー萎えるやつ萎えるやつね。え、いやーまあクロスかどっちかっすね。スケラか。いやまあ多分クロスだと思うんだよな。さあまあまあまあ悪くはないんじゃないですかクロスボウを毎回ロケウッドとかでしばいて、いや警戒ね。まあポイズン削りか、まあ、ポイウッドで耐えてのみたいなね。さすがに警戒来るかな。うーこれね当てられるとちょっとなえるんだよなは？何がおもろいねんそれ。俺だってやってやるし来いよ何がおもろいねん。マジでブーメランだないやでも次来るんだよなこれ。でも俺ポイズンあんのでけえわポイウッドでしのいで、いやでかいこれ。よし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 。シマエプリンとか行きたいが一発入りそうこれ。え？でっけえ。なんか当てそうじゃね？いやこの進化スキルさえうざいっしょ。ああ俺の負け筋はまああの子ね。今の。本当はサイド同サイとかの方がいいんだよな。うえ、面白いトルネだね。耐えるよー。いやまあサイド逆なの渋いけど、俺今から左を削ってもいいぐらい正直今からでも間に合いそう。えらいねそのケアは。ちゃんとできるタイプね。いやでもこれもう負ける方がむずいけどな多分。インフェとかでもよかったよ。一応ねウッドではいケアして、インフェ置いちゃおうかな。まあロケ削りがねしたい。これでロック削りされるのがめんどい。ポイズン削りかはいこんにちは。おいしい、なんか使ってるやん温泉に。さすがにケア来そう。タイミングがうわでかい。トルネだけ怖いがちょっと剥がせなさそうなとこに置いて打つやー。ポイズン、ポイズンでないと処理するからね僕。いやロケットどっちかな。はい負け筋は取るねか。はい負け筋です。いやでもポイウッドで危ねー綺麗に巻き筋を引いてはいたか。まあまあ余裕あったんだね。まあこれがはいディガポイロケでさえ、ディガねえわ。
なんか昔ディガーあったからさ、これにディガー、ディガポイロケっていう、なんだろうな、このワードが残ってるが、ただのポイロケ、はい、引きこもりちゃんです。さあ、プリンセスがバナーにいるので相手も同じようなデッキではないでしょうか。お、コカちゃん、おお、待って、珍しい、ホグよ。あー、それだるい、だるいよ。よし、コカツね、コカツじゃね、全然違う、ホグ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 、ね、いや、インフェかな、やや微妙ではあるが、何ホグだろう、クエイクかな、さすがに。キンキー、なんでやねん、やだな。あら、これキンキーできそう、ダガが寝てるからちょうどいい。よし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 、いや、まあ呪文がクエイクなら許せるな、正直。ロケットだった時だけ嫌なんだよな。ネクスト進化ロケ、これ相手、まあもったいないが一発受けんの嫌なんでね。え、ぽいやん、え、でかすぎる、勝ったやん、じゃあ削りで負けないやん、多分ね。いや、まあロケホの拡散がめんどいな、端前止めまくって毎回なんかエリスピウッド、スケウッドぐらいで豚を仕留めれたら熱いが、ケツないとしちゃおう。ヤンキーすぎる。いや、でかい。で、ロケ打って絶望の始まりです可愛いスタンプをしてきゃごまかせるだろ、このね。可愛いスタンプでごまかせねえかな。まあ絶対来るよね。ピュー。まあロケ砲だけ負け筋だよな相手も必死でポイズン削りしてるわ。いやー、気持ちいいよ。なんだこれ。まあ、負け筋は進化ナイト的な。この辺に来いロケ、行こう。美味しすぎるなこれ。いやー、素晴らポイズン。クラロワってマジ最高だな。玄関不況。人によるか。こんにちはして、ロケット打って、まあ、次ぐらいに進化ないとくるんで、それだけ怖いな。そう、やべ、待って、位置悪すぎる。ルート競争できるか。ん、おー、怖いが、進化スケエラー気持ちいいあれでニワトリになっちゃった。マジロケっぽいロケっぽいだけで削れるのか、いいな。はいああ嘘みたいなこの未来やばいな。
まあでもこれロケ対決だった時に一つ嫌なのが相手のリトルプリンスっすね。俺チャンピオンいないんで普通にチャンピオンサイクルに敗北する可能性がある。ドリルなのやばやばい。まさかのねこの流れでドリルないんや。やばい、相手の8番プリンにコストが。いやーこれは受けるか。まさかのドリルね。いやーまあそんな悪ないが超いいかと言われるとまた難しく、もっかいロケ打つ男いるかな。いやー痛いなー。いや痛いが、これ冷静に考えて守れば俺ロケ削って絶対勝てんだよな。守ればね。よしよしよし。うー偉い偉い。いやー8枚プリン警戒これ渋俺の進化ないと旅行ってらっしゃい。ちょ無謀すぎる。いやこれさマジサイドさ同じ説ないかな。いやーマジかー、まずい。いやーマジ8枚プリンが邪魔すぎる。え、まずいな。削っていかなきゃ。いやこっからでもあんだろうなクラロワって。ラッシュマイプリンやめとこ。やばい、これ手前だった。お願い、わかんないダメージ。おぉ危ねぇ危ねぇ、怖すぎたって。危ない、わかんないわ。ロケのダメージを覚えてないかな。いや怖っ。541ね、今宵ね。いやマジ怖すぎたな今のやば、気持ちよ。よしよしよし、まあ、プリンが一発あるだけで幸せよ。今日もぐっすり寝れますよと。おお、ギャングラム珍しいね。さあインフェア悪くないね。いやこれロケット打ったらまずいかな。
メガゴー打ってから考える。うわすごい。なんか嫌な攻めきたな。え？それもまた面白い攻めきた。寝てるから。いやこれ進化助けで事故んねえか。うわーなんかなんだ、樽ザップナイトメガゴラムライダーギャング、なんかメガナイトかなんかいそうだけどな。ナイトメガゴなんでペッカとかの方が可能性は高いかな、なんか火力面で。いやめっちゃペッカいそう。タルザがボイドぐらいあってもおかしくない。ライトニングはもう一枚、ちょっと回転入るのめんどいな。めっちゃくるやん。やなめ、え、タルザヤナメだって。ちょっとめんどいね。タルザヤナメめんどいね。でもタルザヤナメってことはこれインフェ突破されねえか。進化サップぐらい。ああ最悪。進化助けなんかたまたま事故んねえかな。いやーこの序盤のダメージ痛えな。いやーこのなんか呪文削り来てんな。ちまちま。いやこっからでも勝つよ。守りゃ相手呪文3つ、俺も呪文3つ。え、そうまずい。誰かが言ってたな、ペッカありそうって。俺か。いや熱い。この焦げ具合気持ちいいな。うわ、えら高めのペン。やば、えらすぎるそれ。あ、待って、うわ、こんないい感じで、やばい。こんないい感じで今ロケット当たってるさ、絶対守れてて、多分戦略と戦略でロケット打って絶対勝ってたやん。うわーラムライダー足遅そう。ラムが足遅いから俺のロケが。マジで、あーもったいないな。たまにってかよく外れるんだよな、ラムへのロケット。難しいよな、なんかホバリングへのファイボといい。もうクララなんかロケット当てんのむずいやついるんだよな。まあまあそういうこともあるよね。マジで打ちてこれ。いってらっしゃい。当たって、やばっ。
全然ロケット当たんねえ最悪や、このデッキロケット当たんなきゃダメだ、やっていけない。ちょ冷静になるか一回。ちょロケがね当たればいいんだけど当たんねえんだ。いやマジで地獄の試合始まった。プリン対決や。2発プリンから2枚かな。マジで、ロケット打つかこれ。打ってもいいな正直。ピョーンで来るよ相手も。まずやべえ試合だけど、足前プリンだけ考えればいいもんね。まだ回ってないよな多分。多分これで回ったと。リトプリ来ねえかな。来ねえな。意外とこの逃げがちょっと少ねえ。待って、ここ強っ。そんなパターンもあんのか。うわーこれー考えてなかったな。普通に普通の枯渇のパターンもあんのか。ギャングね。事故れ。いやー痛えダメージ負っちゃったな。そしたらワンチャンさ、うい、事故らんか。まあ試合内容は終わっているが、勝てばいいか。まあこの一発は仕方ないよね。まあこれロケットこれ同じになった時にさ、左を同じ飛行来た。ロケ打つかお互い。息合いすぎか。しかもお互い左ちょっと許容して2000ぐらいなら幸せだなこれ。さすがにね。こうなればよ。こうなれば俺の方が強いんじゃない。言ってなんか負け筋を綺麗に引きそうではある。これロケ2周先に打ったら勝つな。1枚引き分けとかもちょっとありそうだったよな。なんかロケ打つタイミングが同タイミングみたいな。あぶねー。環境対決や。基本どっちかはロケットデッキみたいな。行ってこい。よしよし2発。いやーこの2発強すぎる。ラバね。いやインフェめっちゃ高めで焦がしたいけどな。ボイドもあるんでね一応。まあザップもあるが
いや十分でしょう。いいね。いやあのバルキリーロケはさすがにか。でまあディガロケなんで硬さえだけでいいんでね俺。いや美味しい。でスケドラとかかな、どうせあるんで。まあプリンは待って。ボンバーなんかが来るか。雪か。でこれボンバー。まあまあまあ呪文だな。まあヤボイド雪玉が結構濃厚っぽいか今んとこ。だからバルーンにロケでパピーにポイズン。いやだからバルーンがねえのか。ラブに打っちゃったいや打っちゃったで済まされるかなこれ。許してほしいな。飲酒っぽいで焼けたら幸せだからね。美味しいのこれ多分。なんなら近畿まで欲しい。贅沢近畿度はできませんでしたがこれは警戒されそう。うんうん全然警戒されない。ラッキー。たまにあるやつな。やつインドラがだるいね。俺はインドラ普通にロケ打っていいよ邪魔だったら。正直ラバに当たるの美味しいんだよな。で暇なんでスケまで行っちゃってなんかビビって呪文とか使ったりしない。これ使わねえか。で雪なんでこれマジ突破されねえ。ああいいとこに打つね。まあ、ポイズン打っとくか冷静に。スケドラ来たしちょうどいいや。いやプリンの範囲も素晴らしい。うわえロケ圏内よ幸せなロケ圏内行きました。レッティーマジインフェとポイズンありゃラバが止まるっていうこのおもろい現象。うわめっちゃプリンっぽいな。いってらっしゃい。でげー警戒しちゃう。いやクロスっぽいなこの感じ。バレルでした。あーもうやだー。さあコカちゃんです再び。まあロケ打っちゃええだけっすね正直。はいロケ打っちゃええだけよな。はい楽しい楽しいロケットパーティーの時間ですよ。いやでかっ。これバレル来たらもう始まりにプリン読みで打っとっちゃおうかな。来ないとかあんのかな。おもろいかこのポイズンえ諦めたさすがに。何これ打っていい。だいぶ美味しいけど守れるかな俺。これ端前最悪止めてもいいな一瞬。すごい。やばい。まあしゃあなしか。あるって。何これ。いけ。やばい入ってるこれ。
あぶね。いやだからポイズン打ってもあんま削れてねえ事実よ。いやマジロケット打った回数が多い方が勝つんだよな。いやロケ、あとポイロケだ俺。もうすごい勝ったよ。ネクストロケ進化スケドリームだけはいこんにちは、失礼します。いやロケット多すぎるなロケット対決はちょっと強い。でもというわけでロケっぽいデッキですね。はい、ロケ対決はだいぶ強いんじゃないかなと思います。まあロケのエイムだけね、はい気をつけて皆さん使ってあげてください。引きこもりちゃんでした。おつした。